メールで最後にこれ、ちょっと、時間もそろそろ終わりなんですけど、手短に、はい、お答えいただきたいんですけど、はい。手塚さんに会ってです。手塚さん。はい。今、政府や小池都知事、東京都やマスメディア、はい、我々もそうですけど、に対して、一番言いたいことが何でしょうか、はい、よろしければお話聞かせてくださいっていうラジオネーム、リバティさんからの問いかけなんですけれども、はい、どうですか、最後の一つ。やっぱり一人一人の問題なので、うん。一人一人の意識が変わるような、こう、発言だったり、押してもらいたいなと思いますね。やっぱりどこかの地域だったり業種だったりをこう指定してどうだっていうことっていうのはやっぱり僕は感染症拡大を遠ざけると思うので、うん、一人一人の手指手指消毒しっかりそれをこう飛沫を飛ばさないようにするだとか、なんかそういう意識を変えていくことの方が大事だと僕は思ってます。まあだから一部のこう夜の街だとかホストクラブだとかっていうのをなんかこうある種仮想的みたいにするんじゃなくて、まあその一人一人の意識と、かつその検査をするんだったら一緒にちょっとちゃんと検査してこう感染拡大防止しようよっていう、まあ協力だったりとかこうなんていうの、一緒にやるっていうことの大切さっていうことですよね。これだけ多分夜の街やり玉に挙げられたら普通の中小企業の人とか名乗り出れないんじゃないかなと思いますけど本当ですよね、はい、だからどんどん下に潜っていっちゃうってことになっちゃいますもんね、と思いますけどね。そんな分断した社会が本当にこんな身近にも起きるとは思わなかったっていうのは正直な気持ちですね。そうですか。